ハウス。はい。こちら視聴者さんにツイッターで教えてもらったゲームなんですけど、なんかね、聞くところによると、海外版ヤバタニエンって言われてるらしい。ただその人が言ってるだけであって、実際にそう言われてんのか全くわかりません。ただ俺はその人のことを信じようと思います。2020年ぐらいに発売されたゲームなんですけど、どうなんだろうね。一応ちょっと概要は見てきたら、なんかね、家族が死んじゃうから、それをなんか好きに自分でできるみたいな。助けることもできるし、殺すこともできるみたいな感じらしいね。で、このゲーム、日本語訳がないんですよ。だから、正直最初やるか迷ったんだけど、なんか結構ね、簡単らしいから、その英語。あんまりなんか文章が出てこないゲームらしいんで、まあ、ちまちま翻訳しつつ、ちょっと難しすぎたら俺途中で多分翻訳とか挟むんで、やりたいと思います。まあ、何をするのかわからん。A ボタン。いや、もう難しいもんね。ちょっとこういうのはもう早速翻訳使うね。引っ越しの日。引っ越し以来、起きているのか、夢を見ているのか、わからないことがあります。日は、一緒にぼやけ始めていますって書いてるね。なんか結構闇が深い感じのゲームらしいんだよね。他には？これか、テレビ。はぁ、とりあえず家族、なんかいない？なんか影いない？なんか来たよね、今。なんなんだこれ、そういう怪奇現象も起きたりすんのかな。もうちょっと待って、扉もどんどんしてるし、何このどんどんって音で、と、な、な、何よこれ、俺が閉めた時の音なの。おしっこする、おしっこして、なんだ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 。皆さん、こういうゲームらしいんでね。わかんねえ。世界観がまだわかんねえよ。ちょっと待って、ただでさえ日本語訳ないんだから。俺、頭弱いんだって。もう、死んだの今ので。ちょっと待て。うわ、待って、またなんか増えてんじゃん。トイレ。そこに何かがあります。私はそれが、私に囁くのを聞くことができます。それは私に恐ろしいことをしてほしいのです。多分私が聞くと止まるでしょう。止まんなかったよ。お前食われたやんけ。いきなり食われて死んだやんけ、お前。どういうことなのか全然理解できてないんだよ俺。ちょ待って、じゃあトイレ行く前、このさ、扉こう行くじゃん、別のところに行ってさ、扉がガシャンになるの、これめちゃめちゃ怖くない？あんま怖い雰囲気のゲームじゃねえけどさ、なんか怖いな。お、なんかいるよ。これ誰だ。ホールドシフトトゥースプリント、あ、走れるってことね。あー、スタミナがあんのか。おはよう。朝とか、あ、これ電気つければ起きるんじゃね。おい。俺起こしていいのかな。ダメな気するけど、出るか。お、これはママじゃない。あ、これもう写真でわかるね。これ、この子、黒髪の子が姉なのか妹なのかわかんないけど、まあ主人公と、まあもう一人の女の子がいて、お父さんかな、こけてんな。で、お母さん。お母さん一番元気そうだけどね、トーク。ハールズは、七面鳥のサンドイッチはどのように聞こえますかね。いや、どういうこと、どういうこと、お母さん何を言ってんの。お母さん、お母さんも狂っちゃってんじゃねえのこれ。お母さんについていくか。一応自分でも読めそうなやつも全部一応翻訳してみるね。俺絶対間違ってると思うもん。あ、ボーリングの球が。何？おお、妹は姉かわかんないけど。おい、ほら。どうすりゃいいんだ、タブ。なんか持ってったりできない。うわ、どっち行こう。ちょっと待って、これ持ってこ。あ、ピアノ弾いてる。トーク。ボーリング、I hate ボーリング嫌い？私はボーリングが嫌い？そうなのか。じゃあ、ここに置いとくわ。なんだ？すごいな。なんか、置いただけでもなんかいろんな変化があるね。電気消してやろ。いじめっ子か。やめろ。これ、瓶とかは持てないんだね。なんかすごい家だな。ピアノ室があるんだね。なんかいる。ほら、なんかいるんだよ。猫ちゃんもいるし。猫ちゃん。ミャオ。ほう。ミャオだね。雨が降ってんのか。なんか水たまりあるけど。なんかこういう、え？何？滑ったりもすんのか。ハングライトディアアイムメイキングサンドウィッチス。まあ今サンドイッチ作ってますよみたいなことでしょう。はあ。オープン。何これ。
あ、これ水？いやな、これめっちゃ滑んじゃん。いや、めっちゃ滑んじゃん。え？お母さん死んじゃった。あれ？どういうこと？プア？あ何して、ちょっともうわかんねえ、もうわかんねえよ。何？何？トーク？おい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 、びっくりした。これまた死ぬのか俺。ちょっと待って、トークできんのか。おー、ハローヤングレディ、うん、少女。 I was just peeping a little。 どういうこと？ I'm smell 匂い、血の匂い。 And so,、うん、something maybe wrong。 やべ、マジで何言ってるかわかんねえ。 And you seem to be in a predicament。 めちゃめちゃ喋るやん、首長女。くっそ喋るけど、ちょっと待って、めちゃめちゃ喋るね、本当に。どうすりゃいいんだ。お母さんも死んじゃったな。水たまりでお母さん死ぬ。あ、鍵になってる。鍵かかってるとこなんてあんのかな。なんで、なんで、おい、なんか来て、なんへえ。訳が分からん。ちょっと待って、あのさ、多分編集でとりあえずあのセリフとかの文章は多分編集で起こしてんのよ、字幕。一回さ、このプレイしてる今の俺は好きにやってみていい？文章気にせずに。うんと、まず出るでしょ、出てトイレに行ったらまずなんか食われて死ぬじゃん。死んで、てかさ、俺全然突っ込んでなかったけど、ここでお母さんなんか扉に食い打ってなかった？食いつうか、なんか板打ち込んでたよね。で、この猫の下に鍵があるんだけど、寝てんのよな。これメニューとかねえの？あ、あった、これスペースなんだ。スペースでメニューが開けるっぽい。アイテム、時間進むの異常に早いな、すごいな。まだこれやっぱ俺調べてる時でもなんか世界は動いてるね。 A ボタンで決定っていうのが独特だね。で、時間が経つと猫ちゃんが動くんだよね。で、多分こっちは、あ、ここは開かないのか。開かないってことは、待て待て、来ちゃった来ちゃった来ちゃった。ただね、俺ちょっと分かったことがあんのよ、さっき死んで。ちょ、おか、あー、この水たまりも拭かなきゃいけないんだけどさ、ここにある冷蔵庫にさ、これ水みたいなんじゃん、水か牛乳か分かんないけど。で、こっちでさ、あの女の子、妹ピアノ弾くやん。で、多分この上にあるろうそくのせいで多分燃えて死ぬんよ。なんちゅう家だ。ここにさ、水かけとけんじゃねえの。そしたらこの子死なずに済むんじゃね。だからシャンデリアに落とされて死んでんのかな、衝撃で。水かけとくか。いや、ダメだな、絶対ちげえよな、これ。でも水かかってるから、もし燃えて死ぬんだったら死なねえよ。俺は一応助けだからね、君のこと。おい、猫どけ、そろそろ。メアウじゃねえのよ。ああ、これやったね。ああ、ほんと助かなかったところにしようか。ダメだ。確かに、でも海外版ヤバタニエンって言われたらそうかもしれんね。なんじゃここは、家なの本当に。てかお父さんまだ来てないよね。あれ、電気つかねえ。このなんだろう、これネズミ、これなんだ。あ、これ水とか汲めるんじゃね。でここはちょっと一回物を下ろして、他なんかできることがあるなら。おわ、カット来たいねって思ったけど、なんだこれ。いや、おい、なんか一瞬倒せたかと思ったらそこで死んだね。いや、わからん。3度目の死を迎えたけど全然わからん。どういう世界観なんだ。やってけばわかるのかな。多分ね、日本語訳されてたとしても俺は多分理解が追いつかんと思う。待てよ、なんか追加されてるね。さあ、これは俺の編集に任せよう。なんて言ってんのか。編集してる頃には俺多分これ理解してるはずだからね。よし、行くか。いや、どうすりゃいいんだろう、マジで。一回トイレ入ってさ、ここで、あれ、トイレ流すじゃん。そしたら出てくるでしょ、怪物が。あれ、もう出てこない。え、出てこないぞ。もう一回流そう。一回きりなのかな？どういうこと？んで、まだ妹は寝てて。時間が今午前10時だからか。あと見れるものはないか。思ったより難しいな。ここ入れる？
入れねえんだよな。お母さん入ってきた。撃つな撃つな。ママ Sorry about the noise、 うるさくてごめんねみたいな感じかな。なんかタオルみたいのあるけどね、持てんのこのボーリングの玉しかね。これなんでここにあんの、ここに置いときゃここで母さん転ぶみたいな。ないかな、あってほしいな。これまずどこで使うかだよね。どうすりゃいいんだ、猫にあげる。なんかめっちゃ喋ってる。どうすりゃいいんだ、おい、あれ、舐める、俺転ぶんだな。で、待て、絶対こっちなんだよ。で、このオッケー、待って、これ何に使うの、攻撃できたよね。ちょっと待って、これどうすりゃいいんだ俺。逃げろ、間に合う。あ、危ない、間に合ってる。なんかわかんないけどいけたぞ。来ないだろ、さすがに。これ、斧だよね。これ殺すこともできちゃうの、ちょっと一回ごめん、ちょっと俺嫌われるかもしれん、行為していい。嘘でしょ、やれちゃうやん、マジでやれちゃうんだ。やっぱ殺すこともできるんだね俺が。そうだね、俺快楽殺人鬼みたいになってない、なんとんでもない俺クズになっちゃってんだけど本当に。ここ斧で壊すのか、あ、なるほどな。ただ壊れたぞ、残り1箇所は壊せないのか。なんか死んだら絵が変わってない、え、てかもう、え、なんか変わってね、人が死ぬと絵変わんのか、なんかこっちになってるし。お父さん多分この部屋の中にいるんだけど、ごめんちょっと待って、違うのよ、試してみたのよ、ゲームの大体の把握しないといけないやん。ねえ、あぶね。ただこの瓶も絶対使うんよな、なんだかんだあんまり英語わかんなくてもまあニュアンスでできそうな気がするね。いや、いんのかい、いんのかよ、取りに行けないじゃん。これもつ、何妹悪霊になんの早ない。そんなに恨む、いや恨むか、バカだね俺。さあこれ何周目、4周目かな。いや急ごう、まず変な寄り道しない方がいいんだね。まず必要なのは牛乳で猫に牛乳をあげることだね。いや他も見ときたいんだけど、まずテンプレ移動はしとこう。あ、これまだ水溜まってないんだね、これ時間で、すごいなこのゲーム。で水を、すごい雑だけどねあげ方、あれあれお、あ、びっくりした、こういうことなんだ、今の土手の音で気づくんだね。で待てよ、奥に行かないようにしよう、まずこのオケ取って、これさ何に使うんだ、もう何もないよな、あ、ここに置くんじゃね、これ、あ、違う、もうちょい手前、ここらへん、ほらそうやん。で水止まるからここでか、うん、びっくりした、お母さんサンドイッチでしょ、七面鳥のサンドイッチでしょ確か。俺の翻訳が間違ってんだろうね多分、サンドイッチ作ってあげましょうかって言ってんだよね。ちょっとここ見とく、水溜まっちゃった、でも大丈夫じゃない、これで転ぶことはないでしょ。お母さんまずさ気づけ、転ぶ前に水溜まってんなって音でわかんだろう。めっちゃサンドイッチ作ってるけど俺は見守るぞ、俺さっき殺しちゃったけどね。俺今思えばお母さんのことおので一回殺してんだよな。電気消してみるか、やめよう、ちょっと怒られそうだから。あー人数分のサンドイッチも作ってあげてんのかな多分。いいお母さん、てかたまに映るこのちっちゃいなんか薄い影なんなんだろうな、さっきなんか具現化して俺殺されたけど。これで3つ目でしょ、多分お父さんの分は作んないんじゃない、勝手な様子だけど、なんかお父さんの仲悪そうじゃん。でこれ本当にサンドイッチなのかな。何これ、やっぱ3つで終わるんじゃね、あやっぱそうだ、転ばないだろ、ナイスガールズ、あ、彼女たちみたいな、アイメイド、サンドイッチできたよってことだね。カムアンドイート、来て食べなさい。俺じゃ来ればいいんで、ちょっと待って、妹何してんの、あいつまだピアノ弾いてる、おい、ピアノ弾いてねえでよ、来い。I'm trying to play, leave me alone to be. いいから来いって、ぶん殴んぞおめ
お前死ぬよりかぶん殴られた方がマジだろ。もういいや、うん、どうせ死ぬお母さん、お母さん妹死にました。とりあえず私でも、私だけでもとりあえずサンドイッチ食べますね。ちょっと待って、こっちか食うの。あれちょっと待って、サンドイッチは持っていくことになるのか。お母さんワイン飲んでるけど俺どうすりゃいいんだ。妹が死ぬ前にサンドイッチ届ければよかったのかな。くっそー、せめてものここにお供えすっかいや難しくね、このボーリングのこれ弾はどこで使えばいいんだろうね。こいつになんかできたりしないかな。ハローでしょ、うん、こいつは何言ってんのかとりあえず後で分かるとして、ストロングヤングガール、なんかさっきと言ってること違うのかな。うん、とりあえずこいつがいる間にこのボーリングの弾を落としてみる。ダメだな。あれお母さん何し、お母さん寝てない、お母さん、あれお母さんどうした。この家自体がまず呪われてんだろうな。なあ猫が化け物になってる、どうしようお母さん目覚まして、今何時よ。夜9時か、早くない。もうなんか、何が起きてんだよ。ちょっと待て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 、この窓にいるやつも味方なのかどうかも俺まだ分かってねえんだよ。どうする、ボーリング球持っとくか。これ何に使えばいいんだよ。やべやべやべ、影がいる、ボーリング球落としとけ。どうしよう、安全なとこがねえマジでどうする。多分妹もさ首吊り状態、多分出てくんじゃね。おか、いやもう影も出てきちゃったし、いやマジでどうしよう。なんか死んでね、おい、なんかこっちはなんだ、あしかも入れねえし、何がどうなって、何、あえパパ帰ってきたのこれ。あパパ家にいなかったの、ダディホーム、あー絶対やばいってねえ、これ来るのかな。パパ違うのよ、パパに逃げろ逃げろ、いやもう訳分からねなんで全員、なんで全員殺しに来んの、頑張ってんのに。ちょっと待って、本当に難しいな。なんか服も、服もんじゃない、もうまず、あそっか序盤は割とできてんだよね俺。いやボーリングの球どうすりゃいいんだ。ちょっと一回さ、サンドイッチを妹がピアノ弾いてるところに生きてるうちに持ってってみよう。ちょっと今のうちに妹の部屋も探索してみる。ちょっと妹待って、妹、おい待って待って待って、おい I hate I so なん、とりあえず全部嫌いなんだなあの子、なんかすげえ病んでんだね。何もないぞ、この椅子は持ってくこともできないか。んじゃあやっぱサンドイッチしかなくないか。だってまずあの斧も持ってけるっちゃ持ってけんだけど、あれをやっちゃうとネズミ来るでしょ。逃げられたとしてもどうすりゃいいんだ。まずお母さんのサンドイッチができるまで待つか。待て待て、この溜まった水ワンチャンあんじゃね。このお母さんがサンドイッチを置いたら一旦このバケツ持って妹のところ行く。待てよ、こんなことしてる間に妹死ぬんじゃね。一回水かけてみようぜえ、あ、ご飯ね。終わりました。ちょっと待って。妹。うん。ちょ、水かけよう。おい。もうね、な、ごめん、なんか。ちょっともう、どういうこと？妹、結局死ぬんかい？どうすりゃいいんすかね？お母さんも化け物になっちゃうし。マミー、ヒニーズ、うん、リラックス、アリトル。どうするみんなもう。これ結局お父さん来て死ぬパターンじゃないのいや待って待って待って、これ難しすぎる。でも猫いないでしょ。待って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 、これでもう斧持ってくか。頑張って斧持ってこっちに引き寄せて逃げろ、頑張れ、よし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 、まあまあまあここまではいける。で武器があるからお父さんも殺せんだよね一応。お母さんはワインみたいの飲んで寝たら、そしたら冷蔵庫にいる化け物に連れてかれるんだよね。ああ、
妹どうなってんの？燃えてるの？俺の水全く意味ないね。猫メオメオメオ。そうなんよな。この瓶割れるか？あ、割れる！何これ？何これ？ちょっと待って。アイテム、アックス、いや、アックス以外にもあるよね。待って待って、なんか来てる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 。どうしよう。こいつなんなん、こいつなんなん、こいつ殺すか。ダメだ、殺せねえ。こいつ襲ってこねえぞ。あ、なんかこれ別に敵じゃねえのか。あ、お母さんもいなくなってるな。じゃ、斧持ってげ、このしおれちゃうんだな。スペースとメインメニュー。待て待て待て、あ、な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 、え、どうしよう。どうすりゃいいんだ。マジ、あ、うん、むずい。ボーリング、あ、ボーリングも持ってんだ。あ、一個ずつ、あ、一個じゃなくてもいいんだね、別に。何個も持てるんだね。あ、来た。パパ帰ってきた。これ殺し合ってみるか。俺なら勝てるぞ、多分。待ち伏せしようぜ、こっちで。こっちでも、振っとけ。あ、耐え、スタミナが、いや、ばばば。お母さんゾンビになってるんだけど、なんで普通に、なんでなんで、あれなんでだ、あれ、なんでお母さんゾンビになってんの。ちょっと待てよ。なんかね、普通に妹ピアノで死んで、お母さん全て転んで死んで、他になんかできねえかなと思っていろいろ探索してキッチンに行ったらお母さんゾンビになってた。どういうこと。自分でも何を言ってるのかよくわかんねえもん。いや、むずいわ。むずいな、このゲーム。ただね、自分で何かこう導き出せた時めちゃめちゃいいね。楽しいな。で、鍵取るでしょ。ここまではもう同じなのよ。もうモーニングルーティンなのよ、ここまでは。ここまでは同じなのよね。で、絶対この溜まった水、なんでさ、水かけたらあの子自殺しちゃうんだろう。あの子叫んじゃって死んじゃうんだよね。で、OK、ぶん投げるでしょ。あ、ま、もうちょくか。ここだね、もうちょくだね。割とむずいね。で、ここに置いて、で、今するべきことは、もうじゃあ斧取りに行っちゃうか。お母さん来るでしょ。で、急いで走んないで取る。取って、こいつはね、結構もう簡単に負けんのよ。で、よいよいよいよ、ここまではいける。で、この斧でピアノ壊すか。壊せんじゃね、今のうちに。ピアノ壊せるだろ。あれ、スタミナがね、急げ。壊せ。え、絶対勝てえな、これ。勝て、嘘でしょ。いや、何回かやれば壊れんじゃね。ダメだ、ピアノ買った。これ何なんだろうな。なんだこれ、アイテムに出てこねえんだよな、アックス。壊せ、頑張って。いけるいける。ダメか、ダメなのか。妹来ちゃった。この斧絶対他にも使えんだよ、あの扉のやつ。ボーリングの球は何に使うんだ、本当に。え？ QE。 あ、すぐに切り替えれるってことね。いや、それは分かったんだけど。うん、ご飯でしょ。ちょっと待って、急いで、じゃあサンドイッチ持ってくか。妹待っとけよ。サンドイッチ、ほら、サンドイッチ、サンドイッチ。うん、うん、サンドイッチ。いや、死ぬんかい。ダメか。あ、猫、サンドイッチ食え。ほら、間に合ってるよ。いい感じに食わん。え、マジでどうすりゃいいんだ。ちょっと待って、このルートはもう終わってる気…あ、待って、こいつ呼ぶか。こいつの首ちょん切ってみる。それやってみていい。何事もやってみなきゃ分かんねえから。いくっそ、お前、待って、来い、こっち。よっしゃ、った、やったぞ。やったけど何も意味ねえ。シンプルに殺人を犯しただけなんだ。お母さんもどうせここで死んじゃうから、え、ダメだろう。さすがになんか俺ほんと殺人鬼みたいになっちゃってるんだけど、やめとこう。さすがにネズミ殺せるか。ネズミやってみるか。ここで戦ってみようぜ。ふっほっ。な、俺は勘違いをしてるな、多分。進んだと思ってるだけであって、このボーリングの球とかの使い方もまだ分かってない。まずここに物を、斧じゃねえ、このボーリング球を置くと、これがずれるんよね。だからもう一回置くと、
落ちてくんじゃない。あ、来たね。これトラ…そんな安心そうれんもう本当にいたね。ん、なんかあるぞ。何これ、トーク。あー、リトルガールアンドアブ…なんでこれ喋れんの。 My name is Marty. I'm a snail. Snail? You smell like you are having a hard time. Would you like some help? あー、ヒント教えてくれるみたいな感じ。英語だから意味ねえんだよな。待てよ、まずさっきの通り、これさ、このトラバサミさ、持てないの。あ、持てるじゃん。これ玄関に置いとこう。で、パパに引っかかってもらおう。ここにセット。まあ、パパ来た瞬間にパパ死ぬようにしとこう。引かれてやがる。やべ、お母さん来る。急がないと。開けて取って牛乳で猫ちゃん動かしてだね。これいつも通りの動きだから、まずここにかけて、あ、これ、これ、あ、なんも、あ、まず斧でこれ壊しとく。壊しといて、あれ斧が、あれ池だぞ。ご飯できちゃったけど、なにこいつ。あーばー。なんかさ、多分カットしてからさ、カットが終わってまた動画になるところからまたすぐ死んで、もうすごい、なんかすごいループしてない？俺、死のループめちゃめちゃしてない？まあでもとりあえず斧で3箇所壊せるんだったら行ってみるか、もう一回。なんでさっき最初2回で確か斧壊れなかったっけ。まあ、できるってことだね。じゃ行ってみるか、もう一回。よし、あ、いねえじゃん今回は。開けると、なんだ、え、なに、銃。銃あるんだけど。なんで、え、ベッドはなんもない。あー、でご飯できちゃったでしょ。これなんだ、これ地下か、なんかあるね。でもまだ何もできない。 なるほどな。なんか銃は手に入れた。え、これパパは殺せるよね完全に。あー、死んだ、かー、死んだ。これピアノ銃で言えばぶっ壊れんじゃね、違うかな。なーんか絨毯動いてる。なんこれ、ちょっと大丈夫なのか。大丈夫じゃないじゃん。さあ、このライフでピアノ壊してみよう。弾ないんかい。弾ねえじゃねえか。おい、何のためにあんだよこれ。弾どこにあんのよ。もしかしたら、まあ、向こう、いや、いるし。いや、戦おう。俺なら勝てる。今の俺なら勝てるぞ。えっ、ダメだ。すまん。多分ね、これ救うよりも多分最初に死んだエンドを回収した方が早いと思うよ。今何事も躊躇なくやったけど、俺も一応人間だからね、ちゃんと今傷ついてるからね、やっちゃってることに関しては。ただあとは父さんが帰ってきてトラバサミに引っかかってくれれば勝ちなのよ。もうこれは回収しよう最初に。でボーリングの球も置いとけば確実に死ぬでしょ。あー、ピアノか。ピアノが落ちたのか。なるほど。なんか猫がいるけどさ、俺さっきからずっと父さんが帰ってきて、父さんがトラバサミで死ぬのをめちゃめちゃ待ってんだけど、その前に死んでんだよね。だよね、やっぱ死ぬよな。さあ父上、準備は万端だ。トラバサミにちょっと滑りやすいように水も撒いて、その奥にはボーリングのボール。確実に殺せる。もうね、今のうちにね、もう全員やっちゃったのよ、全員仕留めたのよ。あ、なんかもう暗くなってきた。今何時？ 8 時だ。これそろそろ父さん帰ってくるでしょ。もう帰ってきた瞬間に死ぬでしょこれ。その前に俺が死ぬ。待って待って、その前に俺が死ぬ。やだ、待って、ギリギリ待って待って、やだ、ほんと待って、お願い、ほんと父さんが死ぬまでは、もうほんとダメだ、ほんとダメ、ほんと待って、なんで。もうダメだわ、もうみんな俺のこと殺しに来る。父さんがいつまでも殺せん。俺は気づいてしまった。台所が一番安全だということに。まず、うん、いるな猫ちゃんも。ちゃんとちょっと全員の命を奪って状態にいるから。でね、ここにいるとね、妹が来んのよ。マジで危ないのよ。で、あの猫に近づいても俺死ぬから、ここにいよ父さん帰ってくるまで。あと8時でしょ。あと9時頃に帰ってこなかった、あの父さん。もうここにいよ、ちゃんと斧装備しといて。勝てる勝てる、ワンチャン勝て。なんでだよ、ちげえんだよ。いんなよ、消えろって早く。よ、あ、消えたか。よし、さあ来い、パパ、俺がお前を仕留めてやる。
来い。まだ帰ってこないぞ。何時だっけ。12時とかだっけ。もう待機しよう。とにかく電気はつかなくなっちゃったな。さあ来いパパ。なあ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 、ここにいろ、ここにいろ。パパが帰ってくるまではここで安全にいようかな。いるな、まだいる。よし、誰もいねえ、誰もいなくなった。あとはパパが帰ってくるのを待つだけだ。見てほら、もうトラバサリミに水かけて、今度奥に牛乳もかけてあるから、もう勝ったよ確実に。ちょ、ボーリングのボールも置いとくか。来た、パパ帰ってくるでしょ。パパ来るぞ。来たこれどうなんだ。死ね死ね。おし、いいぞ。ん、やれ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 。なんでやねん、なんで。パパ強い。パパ強い。寝てね。やれ、よっしゃ勝ったぜ。よし、あとはパパだ。なんか全員やった。よし、パパ来いよ。すぐにやってやるからな。今回は負けねえ。絶対勝つ。パパ帰ってきた。で、転ぶでしょ、多分。転ぶ。なんで俺も転ぶ。やれ、やれ、やれ、届かへん。もう、絶対勝てない。もう、これ、ダメだ。どんだけパパ殺そうとして失敗してんだよ、俺。もうダメダメじゃねえか。12時間経過しました。現在昼の2時半。一回編集してみて、翻訳とかいろいろやったんですよ。で、このゲームのいろいろなものが分かりました。まずこの家のせいで家族が狂ってるっていうことと、あとはまあなんかいろいろありましたね。普通にね、頭が回んねえ。なんで寝ずに、俺なんか動画一回撮り終わって、その後に彼女も彼女ってアニメが見たすぎて、ちょっと1話からもう一回見直してたんだよね。で、朝なって、あ、編集しようと思ってこのゲーム編集してて、翻訳とかいろいろやってて、でね、いろいろ分かったんだよ。とりあえずここに出てくる首長女はアドバイスしてくれるっつうか、なんかこの家のなんか謎っつうのをなんかちょっと教えてくれるみたいな感じなんだよね。で、なんで今また昼に撮ってるのかっていうと、ちょっとね、編集してて思ったの。まずいろいろあるんだけど、さ、まだ俺の勝手な予想でしかないんだけど、ここのさ、水溜めるやん。これ水溜めってさ、溜まった水を妹がこっちに来る前にぶっかけちゃえばさ、あいつピアノ弾かねえでなんか絶望すんじゃねえ。絶望かわかんねえけど、まずここで斧を取ろう。斧を取って、あとは全力で走ったらここ間に合うから、いいねいいねいいね。ここまでは順調なのよ。ここまでは順調なのよ。んで、そう、もう一つ、ここにさ花瓶があるじゃん。これ何なのって思ったんだけど、これね、思ったんだよ、これ銃の弾なんじゃねえかなって。一発だけ出る弾なんじゃねと思って、これ壊して、まず、あ、よかった、いない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 、怪物がいたらもう終わるから、これ銃取るでしょ。銃取って、でも、もう妹来ちゃうんだよな。こっち早すぎん、妹間に合わないな、これ。あ、でももう溜まってんだ。あ、順序が違うのかな、多分。あー、もうちょいだったな。いや、でもまだ間に合うんじゃね。あー、もう遅かった、遅かったから、まあ一応水かけとくかも。で、ブチ切れて、この叫びでシャンデリアが落ちて死んじゃうから、まあこういうことだっていうのは分かったね。で、今銃があるでしょ、銃があるから、もうね、ねえ、できちゃうよね。やれちゃうよね。これやっちゃおっか、もうこれパパ来るまでやっちゃおっか。ママ、このルートでは死んでくれ。すまねえ、サンドイッチ美味しかった。ただな、このルートでは全員を殺さないといけないエンドなんだ。どうしよう、こう水ぶちまけといた方がいいのかな。その方が多分パパが転んだ時に銃で撃てるから、もういよいよ殺せんじゃねえかなと俺は思う。もう今回ミス一つしたくない、俺は。ミス溜まるかな。あ、溜まるね。あとはここで待機か。今、あ、もう7時だね。あとじゃあ5時間後にはもうパパ帰ってくるから、水溜めて適当なところに水ばらまいて、そっちに誘導して、転んでるところにショットガンぶちっぱなすと。
おや、これは神やな。ただね、一番気をつけなきゃいけないのはあれなんよ。突然出てくる怪物、こいつこいつこいつ言ったそばから来る。ここら辺にいとくか。でね、この絨毯の上に四角い影があると妹の幽霊が来ると。もう大体分かったよ。編集してて、編集して気づくものって結構いっぱいあるからね。で、あの、んでまた来んねん。もうダメよ。今何時？あ、もうちょい来るな。もう準備しとかなきゃね。で、これ弾入ってんのかな。ショットガンバケットだよね。そうだよね、多分入ってるはずなんだよ。よし、もう準備はできてる。来るぞ。まずこの真上にいよう。真上にいてパパがこっちに絶対来るから、で来た時に転んだら右に行って撃つ。それで行こう。来るぞ、やるぞ。よし来い。さあ転べ、転んだら撃つ。オッケー。全然ダメじゃん。ちょ待って、あかんって。もう絶対勝てないじゃん、もうこんな。やれたと思ったのに。やっとやれたと思って、12時間越しの奇跡が起きると思ったのに。んでだよ、もうあのお父さんも人間じゃないよ。いや、家が呪われてるからってパパおかしいって。いくらなんでも。なんだあのパパ。いや、でもまだいろいろやれることは多いから、まず水を速攻で溜めて妹に水ぶっかけよう、ピアノ弾く前に。あ、そうそう、あとさ、俺思ったことがあって、このトラバサミさ、今まで俺パパにしか使う気なかったんだけど、これさ、あのネズミに使えんじゃねっていう。ここでやってみていい？ちょっとここに置いとけばあいつ引っかかんじゃねえかなって。ほらね、絶対そうだと思った。で、このうちにやるんだ。なるほどな。で、まず妹が来るから、これでまず水絶対もう溜まってるから、オッケー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 。なんか笑い声聞こえたけど、よし、妹がここに来た瞬間、この絨毯の上でやろう。準備しとこう。今多分来る。もう午後1時だからね、さすがに起きなきゃ。ニートよ。うん、俺よ、俺と同じよ。お先に注意や、逆転して。来た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 。さあ来い。はい。あれ、Are you in being that bucket feeling cry baby not funny? ちょっと待って待って待って、落ち着け、まあ、座るな、なんで座る。マジ妹どうすりゃいいんだこれ。マジでむずくない？あれ、俺斧持ってるか。え、どうすりゃいいんだろうこれ本当に。このネズミ切りまくってたら、なんか腹からなんか出てこない？出てこないか。え、マジでこれ水じゃないのか。じゃあいよいよ分かんないぞ。サンドイッチもサンドイッチが嫌いって言われて終わっちゃうから、どうすりゃいいんだろう。これ入っている。いやん、いや、まだいんの？ちょ、早く出てってくんない？え、なあ、絨毯も動き始めちゃったよ、もう。ちょっと待って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 、何この地獄の時間。お母さん、お母さん、もう待って待って待って、頼む、早く消えてくれマジで。なんか血ついてね今度。じゃ早く消え、早く消えてくれませんかね本当に。待って、進めへんやん、もう。こいつは結局何なんだろう。なんかいろいろ変わってってるって。じゃあ、ちょ、銃マジで取りに行かして。あ、ダメだもうこれ、ダメだ。ゲーム側俺に進むなって言ってるわ。もうダメだこれ、もうずっといるもん。何時今、パパ帰ってくるって。ちょ、どうしよう。いや、もう本当に、何これ地獄やん。もうママはいねえし。ママはいねえよなあ。もうやだ、サンドイッチ食べたい。いないか。やばいって、まだ銃の弾丸も取れてないよ。これもいないだろう。んで、いんの？ちょっとマジで、このおばさんマジでいつまでいんの本当に。ちょっともう終わったやん、確実に終わったやん。逆にこのババアにパパ殺させるか、いいんじゃねそれ。こう来た瞬間にここ入って、
俺が殺されたら俺はもう切れる。もうシンプルに切れるよ。よし来い。来い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 。来い来い。よっしゃ、パパ、俺に直線で来んな、ハゲ。何この二人。もう、ダメや。ダメダメだ。ちょっと見てて。今回こそは準備万端だよ。見てて。ちょ、今パパ来るでしょ。まず、すぐ来たらすぐ撃と。来たらすぐ撃つ。撃って、あいつが上半身になった瞬間に、俺は斧に変えて、行くぞ。めっちゃ緊張する。よし。で、逃げる。で、ここにもう水溜り作っといたから。で、あと斧に変えて、俺はここで待ち伏せをする。で、こいつは多分転ぶはずだ。え？ダメだ。何回こいつと戦って負けてんの、もう。本当に嫌だ、もう。本当に。もう、ゲームの趣旨変わってきてない？